はい、お疲れ様です。今回はですね、 8.10 船橋大会で行われます準々決勝のトーナメント1回戦ですね。その対戦カードの組み合わせが、僕の中で決まりましたので、大会を約3日4日前の現時点で、公式よりも先に発表させていただきたいなというふうに思います。もしかしたらこの私の動画を初めてご覧になられる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないと思いますので、もし初めて見られる方がいらっしゃいましたらですね、一応残りの C ブロック D ブロックの、予想っていうのも、これまでの予想っていうのも上げてますので、もしね、なんだもう先に発表するってなんだこいつのこの動画みたいな感じで初めてね、僕の動画見られる方がいらっしゃいましたら、その前の動画ももしよかったら見ていただければなというふうには思ったりもしてます。そんな余談はさておきですね、早速本題の方に移っていきたいと思います。はい、ではですね、現時点で今日の段階でですね、 A ブロックと B ブロックはもうすでに確定しております。A ブロック1位は真田選手、2位がヒクレオス選手、 B ブロック1位は岡田和親選手、そして2位でウィル・オスプレイ選手ですね。ここはもう確実に、発表されておりまして、残りの CD ブロックの選手に関しては、私の、予想っていう風な形なんですけれども、その点踏まえた上でですね、今回のこの船橋大会の、カードをですね、並べていきたいと思います。ちなみに多分、今回はですね、トーナメントは全部で4試合なんで、前半のこうテンプレ6人タッグとかはさすがに予想できないんで、はい、そこは割愛します。全4試合のマッチメイクをですね、並べた上で勝敗予想もしていきたいと思います。なので、今回でベスト4が、公式よりも先に、発表されるっていう風な、形になっております。では、行きたいと思います。ではですね、カードを一通り並べていくと、こういう風な形になります。上からですね、D ブロック1位で内藤さんですね、内藤さんと A ブロック2位のヒクレオで、次が C ブロック1位デビッド・フィンレイ対 B ブロック2位のオスプレイ、次が、B ブロック1位岡田選手と D ブロック2位のザック・セイバージュニアで、最後に、A ブロック1位真田選手と C ブロック2位高岸選手という風な、ラインナップになっております。試合順に関してはもうこのままの形でいくと思いますね。真田高木メイン、岡田ザックがセミという風な形ですね。ではですね、これらのカードをちょっと一つずつですね、ちょっと解析プラス、勝敗の結果もお伝えしていこうかなという風に思います。まず1回戦の、内藤対ヒクレオですね。これはどっからどう考えても地球が反転しようが何があっても、アクシデントっていうこと以外では内藤さんの鉄板です。内藤さん勝ちます。はい。さすがにヒクレオがこのメンツを抑えて準決勝まで行くっていうのはないだろうな。はい。っていうふうなところで、無難に内藤さんが勝ちですよね。はい。カードのバランス的にもね、ベスト8、8人揃ってるから、一つぐらい、捨てカードって言ったらちょっとね、失礼なんですけども、ちょっと箸休め的な試合で、ヒクレオを入れるっていうのは、ありっちゃありかなっていうふうに思いますけれども、はい。ここは内藤さんの勝利です。はい。内藤選手、ベスト4進出です。続きましてですね、フィンレイ対オスプレイですね。これはちょっと迷ったんですけれども、ここは僕はオスプレイかなーっていう風に見立ててますね。オスプレイ勝利の予想する根拠に、これフィンレイとオスプレイどっちもベルト持ってんすよね。で、これ、フィンレイが、もしオスプレイに勝ってしまうと、多分次の神戸で、オスプレイがこうフィンレイを指名しなきゃいけないっていう、そういう、もやもやというか、そこの課題を残してしまうので、そうなっちゃうと、そのネバーチャンピオン相手に US 挑戦するっていう、ちょっとめんどくさいじゃないですか。だから、一応その点を考えたときに、オスプレイが勝つんだろうなっていう感じはしますね。一応フィンレイもネバー王座ですけども、US 王者のオスプレイに負けたっていうんであれば、タイトルホルダーが負けるっていうのも別にね、
そんなダメージは少ないと思うので、まあそういうところも踏まえた上で、まあここはオスプレイ勝利かなっていう風な感じですね。まあこの試合の勝者が VS 内藤っていう風なところで、ここはフィンレイ対内藤じゃなくてオスプレイ対内藤で持ってくると思うんですよ。内藤オスプレイっていうのは今回の G1 での優勝候補に挙げられる2人なんで、この2人が準決勝でぶつかるっていうところで、どっちが勝つんだろうっていう、そういうワクワク感を、多分新日本プロレスは持ってきてくれるかなっていうふうに思うので、ここはオスプレイ勝利と予想いたします。はい、続きましてですね、岡田選手とザックセイバージュニア。これもですね、まあ岡田選手でしょうね。これはですね、ザックの格を落とさないためにも、これは岡田クラッチですね、丸め込みで、はい、勝ちます。ザックの格を無下に、落とさないためにも、はい、岡田クラッチ、ジェリコからフォール取ったあのエビ固めですよね。まあ岡田クラッチって勝手に僕名前つけてるんですけども、まあそんな感じで岡田選手が勝ちですね。セミなんでね、セミだから別に丸め込んでもいいじゃないですか。メインでその決着ってなると、ええってなっちゃうんですけども、セミだから許される、こういう結末という風な感じですね。はい、続きましてですね、最後にメインイベント、真田対高木。これはやっぱり高木選手でしょうね。高木選手勝利の根拠としては、やっぱ次の10月の両国の挑戦者ですよね。ここで真田選手勝っちゃうと両国の挑戦者出てこないんですよね。仮に次真田岡田で、やったとして、岡田選手勝利でっていうのも、まあありっちゃありだと思うんですけども、ただ10月の両国で岡田真田をやる感じはしないんで、まあ次の挑戦者っていうところも考えたら、やっぱりここで真田を落とす。で10月の両国は、まあ高木になるのか、まあ誰になるのかっていうふうなところはありますけれども、まあ高木選手の勝利は今回は固いかなというふうに思います。というわけでですね、僕の、予想の結果を踏まえましてですね、 8.12 両国大会では準決勝その1、内藤哲也対ウィル・オスプレイ、準決勝その2、岡田和親対高木慎吾、この2つのカードが 8.12 両国で組まれることになりました。はい。いいカードじゃないですか。両国初日、これは熱いな。どっちも内容鉄板なんでね。いや、これは行きたいな。現地行きたいよ。はい、というわけで、まあ僕の勝手な予想ではありますが、まあ順当な感じで組んでみたんで、まあこれに近いような感じになるかなっていうふうには思いますね。正直僕自分で予想する展開ってあんまりそうなってほしくないって思う時もが結構あったりするんですけども、まあこの予想はそのまま当たってほしいかなっていう気持ちはありますね。だって岡田高木と内藤オスプレイっていうさ、もう鉄板カードをさ一日で見れるんだから、これはねやっぱこの通りになってほしいなっていう気持ちはやっぱ強いですね。はい。で正直この4人であれば、それぞれのその何のために優勝したいのかっていう、その明確なそのビジョンっていうのがすごく見えやすい4人だと思うんですよね。高木選手であればもちろん初優勝、岡田選手で言えば前人未到の3連覇、オスプレイに関してはケニー・オメガに続く、史上2人目の外国人優勝者で、内藤選手で言えば、まあ東京ドームのメインに立つための、まあ逆転の内藤哲也っていう風なところで、4人それぞれが、その明確なこの、ビジョンが見えてるっていう風なところで、だからそういうところも踏まえた上で新日本プロレスはやっぱこの4人を、選んでいくんじゃないかなと、そのビジョンとかね、そういうストーリーがより鮮明になる4人だと思うんで、あとは、この4人であれば、どの組み合わせでも、それぞれそのストーリードラマが詰まってる対戦カードだと思うんでね、高木選手で言えば、高木オスプレイ高木内藤っていうね、高木オスプレイのね名勝負数え歌ですよね。で高木内藤はやっぱりこの同門対決、一昨年の G1 で流れちゃってるんでね、でそれが決勝でこう相まみえるっていう、そういうストーリーとかね、そういうドラマもあるし、まあ新日本プロレスのね鉄板黄金カード岡田内藤、あとは岡田オスプレイの最終決着戦っていう風なところで、4人がそれぞれどの組み合わせになってもそのドラマが詰まってる対戦カードだし、やっぱこういうところも新日本プロレスは
こういうストーリー背景も絶対組んでくるんじゃないかなっていうふうに思うので、やっぱりこの4人は鉄板だし、まあこれが新日本プロレスだなっていう、まさしくその4人だと思うんで、まあ、もし仮にこの中に1人イーヴィルが入ったとしたら、なんかそれは違えよなっていう感じじゃないですか。あれ、なんか1人変なのいるなっていう、すごいその場違い感が出ちゃうんで、だからやっぱりまあこの4人が一番こう絵的にも一番いいっすよね。この4人は、外れないし、どの組み合わせ、どのね、試合もすごい熱い展開としかね、もう期待しかないっすね。はい、というわけで結局今回の動画で何を言いたかったっていうと、この4人であれば、両国のチケット、もっと伸びるんじゃね？ってこと。